ほら、登るもっとゆっくり食べなさい。おはよう。おはよう。おじいちゃんは？はい、我が家の冒険家だったら朝4時に起きて書斎とガレージを何度も往復。またアドベンチャーでも始める。もうねえ、あなたからももっと強く言ってくれなきゃ困るわよ。ん？おい、登る、ちょっと手伝ってくれんか。 Can you help me? はい、進むな。僕の名前は赤星昇、陽光小学校に通う、まあ普通の6年生だ。両親も国普通なんだけど、うちにはちょっと癖のあるおじいちゃんが一人いる。やあ、昇君、キューピッドの弥生も早く来てくれたな。結構結構。この自称天下の道楽者に、お母さんたちはだいぶ手を焼いてるようだが、僕はこのおじいちゃんをなかなかの優れもんだと思っている。足気をつけろ、足下ろせ。すまんすまん。おじいちゃん、これ。おお、ダンキッシュ。これ早く上げ。あ、おじいちゃん行ってきます。さあ行け若者。うん、うん。ケイタとタケシはクラスメート、僕の大切な友達だ。二人も僕のおじいちゃんを気に入っていて、何かというとおじいちゃんの書斎にやってくる。ケイコが参加の女子トイレの前に倒れてるの先生が見つけて、うちに送ってったんだって、だから鈴木休んでんじゃん。花子さん見ると1週間で死ぬって。もしかしてケイコが鈴木のやつ本当に見たのかな。まさか。ほらね、すげえ。そうそう、レベル低い。もっと現実を直視してもらいたいね。おはよう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 。よし、みんな席に着け。今日も楽しく勉強するぞ。先生。うん。鈴木さん、なんで学校休んでんの？トイレの前で倒れてたって本当ですか？花子さん見ちゃったってわけ？先生、どうなんですか？はい、静かに。鈴木がトイレの前で倒れてたってのは本当だ。だけど花子さんの幽霊を見たかどうかはわからんな。誰だって放課後一人ぼっちになってれば心細くなるだろ。先生はな、多分鈴木は焦って誰かを花子さんの幽霊と見間違えたんじゃないかと思うんだ。先生。どうした？でも鈴木さんが見たものが幽霊じゃなかったって証拠もないと思います。本物の花子さんだった可能性もあるんじゃないですか。おお。じゃあ今度は幽霊とか妖怪の存在を信じてるのか。妖怪はいないと思いますけど、幽霊は多分存在すると思います。あ、よし、ね、じゃあみんなに聞こう。この世に幽霊が存在すると思う人。はい。昇るはいないと思うのか。あ、わかりません。見たことはないし。そうか、先生もまだ見たことないしな。だけどみんな、鈴木のことは心配するな。あいつは大丈夫だ。よし、授業始めよう。
周平くん、勝手な行動取っちゃダメでしょ。こっちでみんなと一緒に書きなさい。シュもう行こ。へえ、今度のトトがいたんだ。楽しみ、すっげえのが引き出すね。へえ、ケイタヤキに詳しいんです。コウヌさん、愛してる。周平くん、座って書きなさい。先生、理科室に変な女の子がいる。え？周平くん、よく見てごらんなさい。理科室は今空き時間で誰もいないわよ。ああ、一直当番。のぼるくんと組むとろくなことない。え、この前は飛び箱八段、私たちいつも重いもの片付けてる。ああ、あれ、おお、なんだよ急に。私あの女の子どっかで見たことある。え、女の子。ああ、おお、あの子3階の女子トイレの落書きの絵にそっくり。落書きの絵？花子さんの落書き。知ってる知ってる、3階の女子トイレの手前側3番目の壁だぞ。見たことある、トイレの花子さん。あんたたちどうして女子トイレに落書きしてんのよ。いや、それはお前だよ。いや、違うよ、僕もさ。なんで落書きの花子さんが出てくんだ。おじいちゃん。え？幽霊っているのかな？そりゃいるかもしれんな。でもこんなに科学が進歩してる時代なのに。どんなに科学が進歩していようとも人間にとって未知なるもの、不思議なるもの、つまり Something strange, mysterious, miracle といったようなものは存在するんじゃ。じゃあおじいちゃん幽霊見たことあるの？いい子どもな。本当に？ただしわしはそれを幽霊とは名付けてはおらんがな。うん、幽霊じゃないなら何だったの？いや、それはわしにもどうもわからんのじゃ。不思議なものとしか言いようがなかったな。また旅に出るの？風向き次第だ。コギトエルゴスム、コギトエルゴスム。